ダットサンフェアレディは日産自動車が製造しダットサンブランドで販売したスポーツカーフェアレディ Z の源流である本校では前身モデルであるダットサンスポーツ DC-3 ダットサンスポーツ1000についても述べる1952年1月発売ダットサンフェアレディの源流となるロードスターモデル直列4気筒 860cc の SV エンジンを搭載。大田雄一によるデザインは、バルクヘッド以前を、戦前型のダット3トラックや、ダット3フェイトン、ダット3クーペ、ダット3セダンの衣装と揃えている。北米で成功を収めていた、イギリスの MGT シリーズを目標としていたが、ハンドリングや動力性能では、より旧式の J シリーズにも及ばなかった。1954年、製造終了。 50代の少量を生産にとどまった。ダット3スポーツ 1000S211 型ダット3、スポーツ1000ダット3フェアレデ 1200SPL212 SP、SPL213 型高速化を考慮して、小径ホイール、低床フレームの採用で低重心化を図り、エンジンも連続高回転運転を考慮したものに変更された。フェアレディ 1500SP310。 SPL310 型フェアレディ 1600SP311SPL311 型フェアレディ 22SR311SRL311 型。ありがとうございます。